皆さんこんにちは、ムーンです。スローとマクヘルンの謎のストーリー続きやっていこうと思います。では進みます。道路には様々な交通標識が立てられています。制限速度、駐車禁止、進入禁止、そして一方通行。これを守らないと自分だけでなく周囲の人にも危険を及ぼします。もちろん違反をすれば警官も黙ってはいないはずなのですが、怠け者の警官たちです。ここに一方通行の道路があり、一人の警官が立っている。警官の目の前をトラックの運転手が当たり前のように逆走していった。が、警官は彼を止めようとしない。一体なぜ？あら、一方通行の道路、一人の警官、トラックの運転手。運転手は勤務中だった。ちょっと運転手から見て。あ、早速やった。いいえ、違う、その日は休暇でした。休暇、早速開きましたね。休暇、運転手、休暇中運転手はドライブをしていたんですか？いいえ、違う、近くの公園に行くところでした。休暇中だったから逆走してたってどういうこと？関係ありません。しかし勤務中に逆走したことは一度もありません。休暇中は一方通行を無視できるですか？そんなわけはありませんね。ですよね注意された。そんなわけありませんって。じゃあ警官見ていきましょうか。警官、道路上にいたですか？はい、はい、逆走する車があればいつでも取り締まることができました。勤務中だったんですかね。はい、はい、怠慢だったわけでもありません。他の車も、あ、どうなんだろう。警官は運転手を止めるべきだったのかな。違うの？いいえ、止める必要ありませんでした。多分ね、警官にねシークレットワードが入ってると思うんだよね。なんか別の事件を捜査中って。ありゃ、いいえ、警官逆走を取り締まるために立っていました。警官、気づいてたんだよね。運転手の姿はしっかりと見えていました。いやいやいや、トイレはないと思うけどな。警官にはなかった。一方通行、特定、一方通行のは特定の時間だけなんですか？いいえ、てか時間に限らず一方通行の道路でした。へえ、そうなんだ。特定の車両だけ？そういうわけでもなさそうですよね。いいえ、はい、車両に限らず一方通行の道路でした。知ってるのね。はい、うん、なんかシークレットワードが全然出てこないですね。警官も知ってますよね。はい、うん、でもここ休暇全部押さえちゃったしな。
なんだろう。運転手？あ、急いでたのかな？急いでない。いいえ。逆走してることには気づいてるんですか？はい。はい。しかし止められないことも知っていました。はあ。ヒントが欲しいな。向こうには背いてないんですよね。平然としてた。気づくと。はい、はい、彼は堂々と警官の目の前を通過していきました。あ、ちょっとヒント見ますね。逆走しているのは運転手一人だけだったのでしょうか。あ、逆走か。逆走、運転手の他にもいたんですかね。トラックの運転手のすぐ後ろにはバスの運転手がいました。バス、一方通行、なんか長い。バスの運転手は一方通行や警官に止められた。いいえ。違う。バスの運転手の他は、あ、さらに、はい、はい、バスの運転手の後ろにゆっくり移動している老人がいました。老人、まさかの車からのピーポーが出てきた人が、この老人がキーを握ってるのかな。よし、おじいちゃん。老人は車に乗っていた。どうだ。いいえ。乗ってない。老人は歩きながら犬の散歩をしていました。あ、そっか、車をしてたってなんだよ。老人の速度は関係あるんですか。はい。老人は時速3キロで移動していました。あ、なんか一方通行だから引いちゃうってこと。まあ勤務中だったんでしょうね。いいえ。やばい、ちょっと一気に。バスの運転手も休暇中。じゃあちょっと回答行ってみましょうか。ちょっとね、回答行ってこいやみたいなこと言われたんで、アンナから。じゃあ行きましょう。トラックの運転手が逆走してる時、警官はどこにいた。道路にいた。トラックの運転手が警官に気づいた時の感情は平然としてた。トラックの運転手の移動速度は時速何キロ。え、ここわかんないな、見てないな。速度、時速ゼロ。トラックの運転手の移動手段は、あ、そういうことか。ああ、もう少しですね。もう少しですね。はい引っかかっちゃった。じゃあちょっと物語に戻って、トラックの運転手の速度を、運転手は老人よりも早かった。あ、これさ、後で追加されるんすね。はい、はい、男のスピードは時速7キロほどでした。そういうことか。なるほど。車に乗って、バスの運転手だから、トラックの運転手だから車に乗っているわけではないってことですね。分かった。じゃあ回答いきます。はい、警官を、あ、間違った、一番戻る道路で、警官に気づいた時は平然としてて、
7キロ。トラックの停車に移動手段は徒歩。これどうでしょう。正しいようです。トラックの運転手だけではなかった。タクシードライバー、バスの運転手、パイロット、自転車屋さん、犬の散歩をしている老人、トラックの運転手をはじめみんな自分の足で走っていた。自動車に乗っていないのだから取り締まられるはずがない。はい、これもねちょっと思い込みを利用したお話だったってわけですね。進もう。確かにトラックの運転手が道歩いていても不思議ではない。しかし、この物語は少しばかり意地悪ですね。情報に目隠しをしたり、余計なことを付け加えたりすることで、嘘はつかずに相手に間違った認識を与えることも可能なのです。あなたの周囲にもそんなことが起きているかもしれません。うん、何度もあったような気がする。うん。ってことで、ね、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。